こんにちは。今回のナミさんとのコソコソ話ですけども、健康についてねお話をいただきまして、送られてきた動画は限定公開動画だったんですけども、まあ私の場合はねいつも一般公開動画メインでやっていきたいなと思って、まあ、私の健康状態はね配慮していただいて本当にありがたいと思いますけれども、まあ特にね隠すこともないですし、まあ、私が健康でありたいのは私自身が一番思ってることなんですけども、でもねやっぱりね蓄積っていうんですかね、ダメージって蓄積するっていうふうに格闘技の世界では言われていてですね、私もそれはね中学の頃から空手を始めて、それから体を作ることをずっと意識しながらここまで来たわけなんですが、そうですね40になって20年ぶりに体を動かし始めて今に至るわけなんですけども、気がついたらそうですね6年7年ぐらいはもうちょっとこの体をね、まあ戦う体型にしてるなと、40代の挑戦として50代以降の自分の肉体を作るために40代を捧げてきたところもありましたんで、まあそのダメージもあるのかなと思うんですよ。つまりは40代からねちょっとトレーニングをハードにすることもあったりとかで、逆に言うとね休んだりする時もあって、コンスタントじゃないんですよね。今山登りも今はしてないですしね、まあそう考えるとやる時とやらない時の村を作ったんでダメージは来るのかなというふうな気はするんですけども、原因ははっきり分かりません。まあ大体体のことって原因分かんないことが多いですよね。それが一つの原因じゃなくて複合的に訪れますから、まあですんで食の改善をしたりとか、このライフスタイルをね、規則正しくしたりとか様々あるんですけども、でも結局は何が原因か分からずに過労というものがね一つのネックになっているところあると思いますけども、そもそも過労にこう抵抗するために体を作ってるわけですから、体を作りながらね体にガタガタしちゃ意味がないんで、まあ、この辺はね、しっかりと自分なりに、振り返りながら分析しながらやっていこうかなというところでございます。まあ、最近ね具体的に言いたいのは肩なんですよね。肩をこういうふうに上げようとするともう随分ね重くなってきたっていうか、肩の上げ方がこっちはまだね全然いいんですけど、こっちはちょっと重いんですよね。まあそういうふうな感じでここら辺がこの関節がね、肩甲骨のあたりがちょっと痛むなってことですね。で筋肉は十分あるんですけども、代謝もね落ちてないんですけどもね、ただもう機敏な動きができなくなってきたなっていうふうには感じるんですよ。だからまあ太極拳ですとかね中国武術の方に活路を見出してるかなってことなんですよ。それまでは結構直線的なね日本の伝統的な空手であったりとかボクシングが中心だったんですけども、あこれは良くないなと、年を取ってもできる格闘技といえばやっぱり中国武術かなっていうところでね、中国武術の方に今いろいろとね造形を深めているところで、なんとですねそれが転じて今ね中国語の本まで取り寄せてですね見ることになりましてね、まあ、これは僕人道の技なんですけどもね。それから分かりやすい太極拳24の型ということで、この太極拳の方はなかなかいいですよ。こうやってなんか太極拳ってその整体にも通じるみたいなんですよね。まあこれから勉強するんで詳しくは分かりませんけど、だからこと格闘技っていうのは戦うためというよりも、まあ、体をね作るため健康を維持するためにやるところが大きいんですよ。まあ、自然との呼吸というふうなこともね言われることがあるんですけども、大体東洋の武術とかこういった体術っていうのは戦うためっていうよりもね健康になるため、長生きしても関節を柔らかくしたりとかね、硬くならないためにやるところが多くって、あと自分の内側を変えていくための精神修行とか、それから肉体の内側を変えていくってところもあるんですね。で西洋の武術ってのはどちらかというと相手にダメージを与えたり周りの環境を変えるために攻撃をしていくっていうところですね。で東洋はそれに対して内面を変えていくことによって周りとの調和を取っていくとかね、どんなことにも揺るがない自分になっていくっていうことらしいんですよ。まあ、ですんでね私向けなのはやっぱり東洋武術かなと。まあそうなると、まあ、私としてはね思想的には欧米なんですけども、ただやっぱりこう別の意味でね思想的にはなんか同じ言葉ですけども、政治思想的社会なんですかね、まあなんていうか社会主義ではなくて資本主義っていう欧米列強の考え方が、まあ、大体好きなんですけども、でも個別でね個人的には結構ね東洋の思考法っていうのが好きなんですよね。みんなと一緒にとかね、和を保つとかね、
和を保つっていうのは要するに自己主張を強くせずに、自分の自己主張はあるんだけども周りの人に合わせてみんなで一緒に進んでいきましょうって感じですよね。だから社会主義に近いんですよね。でその中間にある日本っていうのは、実は私にはものすごくライフスタイルが合っていて、まあ、ある意味欧米でありアメリカ式なんだけども、でも根底には東洋ってものがあってですね、やっぱり極東の国といいますか、なんかちょうど世界の中でおへそみたいな感じになってるんですよね。まさにその日本から世界地図を見ると日本が中心にあります。西洋で、世界地図を見ると大西洋が真ん中にあるんで、どっちかっていうとね、日本は隅っこの極東って言われるゆえんなんですけども、まあけどやっぱりね、世界からちょっと離れたところで俯瞰して見ているこの日本列島っていう国っていう位置づきもあるのかなと、まあ何言ってるのかね、分かんなくなってきましたけども、うん、まあ一つ言いたいのは、健康のために、やっぱりこういうふうなね、東洋のまあなんていう武術とか、それから生態ってものにも目を向けていきたいなというところで、ナミさんからのね、お言葉もありがたく受け取っていこうかなというところでございます。まあもちろん今までもありがたく受け取ってはいたんですけどもね、だからこそこうやって長いお付き合いになったと思いますけども、これからも見守っていただきたいと思います。まあなんせね、ナミさん控えめに言ってらっしゃいますけど、私たちも同世代であり、まだまだこれからがありますんで。でも考えてみたらね、還暦っていうね、60赤いちゃんちゃんこ他人事だと思ってきたんですけども、結構ちらついてきましたね、うん。まあ、吉田さんもね、もう40になるってことで似たようなシチュエーションに入ってきたのかなと思います。やっぱり40ぐらいから自分の行く末をいろいろと案じちゃいますよね、うん。で、自分がいなかったら誰が困るのかなっていうことを考えて、その人のために残しておきたいものがあったりとかね、様々ですね。はい、じゃあ今日はこのぐらいにしておきましょうか。どうもメッセージありがとうございます。これからもよろしくお願いします。元気で頑張っていきます。